ぱりその人は気づいてないよね。気づいてないですね。結局気づかずに相手の男性が結婚をして、うん、あれってなって泣き崩れる。男女問題研究家の山崎せみ子です。本日の恋愛大学のテーマ、セフレから本命彼女になる件でお勉強していきたいと思います。本日も恋愛大学の助手セブンです。はい、セブンです。よろしくお願いいたします。はい、そしてあのトレーニングのね、筋肉ちゃんに来ていただいてます。はい、よろしくお願いいたします。で、今日はね、カラーセラピストの、コイトさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、さてセミ子先生、今回はひろみさん30歳からのご相談です。はい、すごく好きだった人に振り向いてもらえたと思っていたのですが、先に体の関係になってしまいました。はい、友人たちには諦めて他の人を探しなよと言われているのですが、はい、どうしても諦めきれません。はい、本命彼女になるのは厳しいのでしょうかというご相談です。あ、なるほどね。でも初めに体の関係になっても別に本命にはなれると思いますよ。そうなんですね。うん、だからなんかこう体の関係からスタートした恋人同士も少なくないの。へえ。うん、だから今現在がその性丸れ、はい、セフレなのかどうかっていうことがやっぱ一番問題だと思うの。だからね、まず1回だけだったら結局そのなんていうのかな、セフレになってる人って結局そのまあまあエッチのイメージの方があの割合で、エッチが良かったからセフレになってるし、女性の魅力が負けてしまったってことやね。女性、自分自身の女としての魅力ね、性格とかそういう風に負けた比重がだからそっちに行ってしまった関係だと思うからね。だからセフレでも本命になれる可能性っていうのはあるけれど、まあちょっと少ないかな。ないことはないけど、道はないことはないけど、そういうなんかいません？なんかたまに私も相談を受けてね、はい、自分は彼女だと思って言いながら相談に来てるのね、うん、でもどう聞いてもセフレなんです。なんか会う回数とか言っても食べ物もなんかファミレスでちょっと食べたり、サイゼリヤでご飯食べたらすぐホテルに行くとかね。でひどい人になったら何にも食べんとすぐ家だけ来るとか、でいきなりなんか今日空いてるとか呼ばれるとか、今から泊まりに行っていいとか言われて来るとか、家に来るんですとか嬉しそうに言ってるんだけど、その背景がその1ヶ月のスタンスで考えた時に全く彼女としての扱いを受けてない。でも自分では気づいてない。お友達っていませんでした？小糸さん。はい、いました。どんな感じでした？もうあの夜お仕事が夜の10時ぐらいに終わってから、はい、彼女のお家に行ってご飯を作ってもらって食べて、うん、夜のことだけして帰るっていう、うん、その彼女は大切な彼氏だって言い張ってました。でその毎日来ないでしょ、その人。毎日来ないですね。気向いたりとかお金なかったり、ね、やりたくなったら来るんだね、はい、多分日曜日は必ず来ないって。あ、怪しいね、それ。怪しいね、うん、あ、筋肉ちゃん知ってる？そういうなんか自分の友達でなんか、なんかセフレなのに言えないよね、これ。なんかこう、それって怪しくないとか言っちゃう？結構私はズバズバ言う。もうちゃんと関係性、あなたが付き合いたかったら、あのちゃんと関係性を決めてもらって告白してもらわないと、または自分が告白する、かなんかやらないと辛いだけだよっていうふうには、はい、これね、あの、まあ、昇格って言い方したらおかしいけど、その本命の彼女に昇格しようと思ったらね、私ね、一回関係をリセットした方がいいと思う。だからあのしばらく期間いるとか、ちゃんとそのことについてあの相手とお話した方がいいと思うんだよね。だから逆にその本当にセフレの人ってお互いそういう話してるでしょ。で男の人があの他の女の子の話したりとかっていうレベルだったらもう絶対セフレだからね。でも自分が好きな場合はそこで自分たちの関係はまずリセットしたいと、自分は本気で好きだと思ってるから一回離れたいんだってことで、あの関係を解消してからスタートしないと無理だと思う。で向こうがそこでなんか離れてみて好きだなって感じたんであれば連絡してきてって言い方の方がいいでしょうね。で自分からもまあまあアクションを起こさずに、で結局自分はそんな気持ちになってても
まあ、昇格したいってことは、うん、自分だけ好きな場合が多いじゃない、うん、だから相手がどう思ってるかってことやから、で相手が連絡してこなかったってことはもうそれ以上その、セフレになってる女の人のに対してセックス以外の魅力がなかったってことやから、うん、寂しいけどね、うん、ここは無理でしょうね。だから気づかないとダメよね。だから前も言ったけどね、女の人ってそれを物差しにする場合あるのね、うん、相手が自分のことを求めてくれるから愛されてるとか思うけど、そうじゃないってことはよく思ってほしいのね。それで相手が愛してるからってことで求めてきてるのに、断ったら嫌われるんじゃないかとか、断ったら膨れるでしょ大体男の人って。そうです ね。でも膨れるって言ってもね、恋人同士の時はね、断ってもそんなに怒らないと思う、初めての間は。初めてっていうか付き合い始めの頃はね、膨れる人っていうのはね、そもそもエッチしたかった目的だけで近づいてきた人の方が膨れる。その目的がそこだから、目的そこだから一番ね、例えば2人で今日映画見ようって言って映画の時間に遅れてきてね、遅刻して見られんかってそこで怒るって、映画見たかったから怒るって、一番の目的は多分そこやから怒ると思うんだよね。本当に好きだったら断っても怒らないから、だそういうのを基準で考えた時に、一回環境をリセットしてからじゃないと無理だと思いますね。難しいと思う。セブンどう思います？確かに、なんかそのそうですね、何が相手が本当に求めているのかっていうのは相手の行動を見極めるしかないんだなっていうのは思いましたね。その言葉じゃなくて、そうね、それで金属ちゃんはどういうふうに思いますか？そうですね、はい、こうなんていうのかな、本命彼女になれるには筋肉ちゃん的にはこう思いますっていうなんか意見があれば教えて。そうですね、でも、まあ、その体の関係だけで終わらないようにするためには自分の内面を磨くっていうのも大事だし、他の女性にはないこう自分をちゃんと知ってもらうとか、そういった努力も、そうね、そうね、そうだから、そういうね、なんかこう体の関係だけの時間を作るんじゃなくて、うん、2人の楽しい時間を作るようにしていくとかね、リセットするって言っても、その肉体関係だけで会うってことをリセットするっていう考え方でもいいかも。だから時々そういう関係があったとしても、2人でどっか遊びに遠出してなんか遊びに行ったりとか、スポーツしてみるとか、そういう時間を作ってみて接近するしかないんじゃないかな。小糸さんはどういうふうにお考えになりますか？どうでしょう、難しいよね、セフレ。難しいですよね。難しいね。お友達でやっぱりそんな気づいて、はい、完全にセフレやんと思うお友達でいらっしゃいました？いましたね。でもやっぱりその人は気づいてないよね。気づいてないですね。結局気づかずに相手の男性が結婚をして、あれってなって泣き崩れるっていう感じでしたね。そこまで。そう。これね、結局セフレって言い方するけど、言い方変えたらセカンドとかキープちゃんになるからね。だからね、ここね、本当に性欲だけが目的やったらね、セフレの人にもお金使うわけじゃない。結局は一緒にご飯を、それがサイゼリヤであってもどんなものラーメンであったとしてもお金を使うから、同じ、まあ、性欲のはけ口とすれば風俗行くと思う。だからキープちゃんでもしかしたらその関係良好になるかなっていう期待もなきにしもあらずなの、ここはね。だからこれ本当にはけ口だけじゃなくて、ね、自分の自尊心もあるのね、男の人の。これセフレがいるってことは俺男としてモテるやろっていう、風俗お金を使って性のはけ口としていくわけや。でもだからこういう彼女おんねん、2人おんねん、キープもおんねんって言ったらなんかモテるイメージでしょ。これだから男の自尊心をくすぐってるのね、キープちゃん。だから言い方変えればセフレさんっていうのはキープさん、セカンドさんってことやから、まあ、サードさんもおるやろね。サードさんもおるってことやから、だからそういう風になれば、その言ってたように本命の彼女に対しては自分の時間を使えます。だから日曜日とかお休みの時間を必ず使うんで、自分のためにお休みの時間を作ってない場合っていうのはキープ、セカンド、セフレっていう風に当てはまってくると思うから、そこを使ってもらえるように努力しないとダメですよね。っていうふうにその環境を一回リセットしてくださいということで、本日の恋愛大学終了したいと思います。はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。